酒好きな元新潟市の民主動画です。今回は、変わったものが売ってました。サウザのクーラーというね、こちらあのテキーラですね。テキーラのハイボールみたいなもんでしょうか、これ分かりません。もう売ってたの珍しいなこれ、と思って。サウザクーラーテキーラブンブンって書いてありますね、これね。サウザクーラーテキーラブンブン、意味が分かりません。どういう意味なんでしょうか。 Made with Sauza Tequila。 まあ、Sauza っていうこの、あのブランドっていうか、あれはまあテキーラ界では有名なんですけど、まあ、僕はあんまりテキーラあの好きじゃないんで、はい、一時期ハマってたんですけどね。アルコール度数 4%、 カクテルリキュールと書いてあります。グレープフルーツとライム果汁 0.1% って書いてありますね。テキーラサウザブルーを使ったすっきり爽やかなシトラステイストの炭酸入りカクテルです。原材料名がスピリッツとテキーラとグレープフルーツとライムと食塩と糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。容量が 275ml 入ってまして、これサントリーですね。こちらはね、値段がね、結構高かった気がする。180円ぐらいしたんじゃないかな、うん、と思います。それでは、ね、でもさ、あのさ、なんだっけ、これに似たさ、こういう瓶のさ、なんだっけ、名前忘れたけどさ、あの、なんかさ、あの、なんていうの、あの、ヤンキーみたいなやつがよく飲ん、あの、パリピがさ、こうやってさ、へーとか言ってさ、飲んでるやつあるじゃん。あれ、クソまずいけどさ、あれに比べたらさ、絶対こっちの方がさ、あの、大人びてるよね。サウザってテキーラだから。乾杯。あ、ん？あ、うまい。なんかテキーラって、あの、俺結構あんまり嫌いなんで、あの、独特の癖っていうか、香りっていうか、味が癖、もう完全に、あの、あれじゃないですか。これ全然味しないね、テキーラの。本当にテキーラ入ってんのかってレベルだな、これ。あの、程よい甘さと、なんだろうな。柑橘系の味。まあ、ライムっぽい。ライムっぽい香りと甘い、なんか、ジュースの味がする。これ見た目はさ、すっげえさ、なんかドライな感じするけどさ、実際飲んでみると全然甘いな。普通にチューハイだぞ、これ。なんか、あの、スカイウォッカだっけのさ、瓶のやつとかもあるけどさ、普通に甘いよな。ああいうのってさ、パリピがさ、なんか、受けるような感じでさ、なんかさ、見た目はさ、すっげえさ、なんかクールな感じ、醸し出してるくせしてさ、実際飲んでみるとさ、普通に甘いんだよ。しかも、全然、あの、1ミリもさ、テキーラの味しないんだけど、これ商品として成り立ってるのか、これ。今日の、今日はね、つまみ。こちら、稲葉の鶏、焼き鳥、タレ味。ね、なんと焼き鳥が、あの、缶詰になった。値段が1個90円ぐらいです。ね、自慢のタレ味、素材の旨味、ビールのお供やおかずにも。最近ね、あのね、こういうさ、缶のやつのさ、
あれがうまくてね、サバの味噌煮だっけ、あの缶のさ、サバの味噌煮だかさ、あるじゃん、あの味噌煮のやつ、サバのさ、あれすっげーうめえよな、マジでうますぎるわ、あれは。でね、こういうね、裏をね、舐める。貧乏人特有の。あ、うまい。これは普通にうまい。いただきまーす。うわ、なんだこれ。あ、あー。結構肉。引き締まってんな、うん、しかもなんかすっげえなんかほら油っていうかタレが固まってんの、半固まりになってる、半固形みたいな。これ多分肉あの熱加えればレンジでチンすれば多分うまく溶けるんだろうな、これ。あ、うまい、うまい。あ、普通に美味しいわ、これ。まあ、でも、うん、まあ、焼き鳥の方がうまいとは思うけど、普通にね、串のやつ、まあ、串のやつの方がうまいとは思うけど、まあ別に悪くはない。本当にこれおかしいな、このサウザクーラーって。はぁって感じ。え、本当にテキーラ入ってんのってレベル。テキーラってさ、もっとさ、すっげえさ、えぐいっていうかさ、臭いんですよ。なんか臭いっていうか、独特な味がして、すげえ嫌いな人は、絶対嫌いいるんだよ。確実に。そんぐらいのレベルだよね。え、いいよって。お、溶けた溶けた。やっぱりあれだ。なんか、溶けた。うまい具合に。あ、うまっ。あ、うまい。これうまいわ。ああ。夜食にはぴったり。絶対これまずいって。サウザクーラー新発売。テキーラサウザブランドから瓶入り、LTD が新登場。サントリースピリッツ株式会社瓶入りのサウザクーラーを9月26日から全国で新発売しました。今回は手軽にテキーラベースのカクテルをお楽しみいただくべく、サントリースピリッツとビームサントリー社が共同で開発した瓶入りのサウザクーラー、ね、中身の特徴、フレッシュでスムースなバランスの取れた味わいが特徴のテキーラサウザブルーをベースに、テキーラと相性の良いグレープフルーツ果汁とライム果汁と塩を使用することで、すっきり爽やかな柑橘系の味わいを表現しました。で書いてあるんですけどね、よくよく考えたら塩を使ってるんだよね、これね。ただ1ミリもね、あの しょっぱみがない、あの甘みしか感じないですね、これは。これはテキーラ好きな人怒るぞ、これ。こんなもんテキーラじゃねえ。だってバカでもわかるね、俺でもわかるもん、こんなんテキーラじゃねえよ。昔テキーラいろいろ飲んでたからわかるけどさ、
テキーラの味1ミリもしねえもんだって。でさ、なんかさ、公式サイトにさあるけどさ、あのさ、なんかさ、なんか生かしたやつらがみたいなさ、なんかパリピがさ飲んでるようなさ雰囲気出してるけどさ、実際飲んでみると普通にすげえ甘いし、テキーラの味1ミリもしねえし、ダメだよこれ。こういうのがムカつくんだよな。いや別にさ、味としてはいいんだよ別に。あ、甘くて飲みやすいチューハイみたいなもんだな、なるんだけど、本来これが例えば普通のチューハイだったら普通にそれで、ああうまいっつって四つ星とか水押しつけるんだけど、これはあくまでもサウザっていうテキーラを使ったことをコンセプトにしてる作品なわけで、それなのにテキーラの味しないってどうよってね。例えば日本酒使ってるさ酒があったとしてさ、カクテルがあったとしてさ、日本酒の味しなかったら意味ねえだろって、買う価値ねえだろって、そう言いたいわけよ。まあ俺サウザー飲んだことはないと思うけど、 あったかな、サウザーとは創業1873年のテキーラブランド、メキシコの地酒メスカルとの差別化を図り、原料のブルーアガベ、特産地であるテキーラ村の名をつけて、メキシコ国内にテキーラを初めて輸出したのがサウザの創業者。へぇ。またテキーラの原産地故障性成立に多大な貢献をしたのもサウザファミリーです。サウザのちょっとラインナップ見てみましょうか。サウザ。これね、高いんですよ。あのテキーラってね、高いの。なんでなのか俺も知りません。あのテキーラ1000円で買えないんですよ。1000円でお釣り来るテキーラなんて存在しないんですよね、実は。うん。最低でも1500円はするんですよ。まあ何なのかは知りませんけどね。一番、このサウザブルー、サントリーのテキーラサウザブルー、これがアマゾンで1870円します。高いんですよ本当に。一般的なね、人気なポピュラーなやつでもね、まあ2000円近くするっていう。で高いやつはまあ当たり前のようにまあいろいろあるんだけど、これどれ飲んだんだっけな、結構前ハマって飲んでた気するけど、まあメジャーなカクテルで、あのショットガンっていうのはありますよね。あれは確かあれジンジャーエールだっけ、確かジンジャーエールだよね。テキーラをジンジャーエールで割って、こうやってなんだっけ、こうバンってやってシュワシュワーってして飲むんだよ、確かに。もう忘れちゃった。久々に買ってみようかな、テキーラも。サウザのブルーは飲んだことない気がするもん。テキーラ前って結構高いやつを買った気がするんだよ。テキーラ、あーこれか、
クエルボエスペシャルゴールドレポサドってやつ、これ買ったな。これ買って飲んだ気がする。こっちもね、トップブランドなんですよね。テキーラのトップブランド、ホセクル、クエルボ。ホセクエルボ社が誇るレポサドテキーラ。これいろいろあるんですよね。品種が、品種っていうか、テキーラも、種類があって、何種類かに分けられるんだけど、まあ、ウイスキーも五大ウイスキーってあるでしょ。まあ、産地によって結構変わるんだよね。産地と、製法とかによっていろいろ変わるんですよ。でも、アマゾンで一番、レビューが多いのは45件あって 4.6 45件あって 4.6 星っていうのが、このさっきの言ったテキーラのサントリーのサウザブルー。今度買ってみようかな、サウザブルー。飲みたくなってきました。もうぶっちゃけさ、これにさ、テキーラ入れたいぐらいだもんね、うん、これは二度と買わなくていいな、これはね。もはや、だって高いもん、これ、だいたい。275ml 入ってさ、180円ぐらいするのよ。で、しかもそのさ、テキーラの味さ、期待してさ、買ったらさ、テキーラの味1ミリもしねえの。バカかよ。マジで。ほとんど詐欺だ。ほとんど詐欺ですね、これ。詐欺まがいですね。さすがサントリー。さすがサントリー。これ二度と買わない。さすがに、と。あれです。こういう詐欺みたいな。詐欺みたいなやり方は嫌いなんだよ、俺は。コクは、まあ、甘み四つ星、香り普通、これは二つ星だな。まあ、一つ星でないのは、これはあれだ。別に飲んだ感じ、まずくはないが。ただ、商売的には大嫌いですね、こういう。3432です。ご視聴ありがとうございました。